だからだいたい一通りの商品は揃うかな。そうですよね。ほいでね、まあ皆がね、これがまあまあ5人ぐらいで食べるのに、はい、これを200、これを200、これを200見たら、5人で食べたらね、その 200g の肉が当たらない。あ、だから、はい、そういう時はもう3つぐらいに絞ったらどうですかと。それで3品ぐらいに出なかったら誰も当たれへん人も出てくるやん。ガバーって食べてしまったらね。あ、そうそうそう美味しいからその肉だけパッと食べられたら、5人で食べるのに 200g ずつね、入れたら、せっかくやったらね、美味しいもん、うん、見ないだろう。みんな2切れか3切れぐらいしか当たれへんもんね。だから、若い子でも、ようさん、これ10人で食べるから何キロぐらいあったらいいですかって聞きますやん。うんうん、そしたらもう無茶なことは言えへん。1人だいたい250ぐらい前後が一番ベスト。ベスト、美味しく食べれて、そう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 。だから、ほんまやったら余分に売りたいけど、まあ商売ですよね。それ言うと、もう次にちょうど良かったわってまた来てくれるから。なるほどね。うん、そんな無理なごり押しはしない。